はい、どうものりです。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。今日は久しぶりに自分の経営地の動画を出そうと思って撮影しています。最近ずっと RZR ばっかし乗っていて、全然経営地乗ってなかったんですけどね。外装を、黒からライムグリーンに戻しました。やっぱり K1 って言ったらライムグリーンよく似合いますね。セパハンとライムグリーンがバッチリ似合ってますね。はい、今日動画を撮ろうと思ったこのきっかけっていうのが、全身さんのチャンバーを新しく購入したので、これちょっと開封して交換していこうかなと思ってます。はい、じゃあ早速開封していきたいと思います。やっぱり箱開ける瞬間っていうのがたまりませんよね。何が出てくるか、自分が注文したんで何が出てくるか分かってるんですけど、はいはい、見えてきました。はい、封筒が入ってます。何でしょうかね。全身さんのステッカーですね。ありがとうございます。それと、取り付けの注意事項が書かれた紙が1枚入ってますね。後でゆっくり見たいと思います。さあ、いよいよ本題のチャンバー開けていきましょうか。左側、バッチリ梱包してくれてますね。自分こういうの開けるのめっちゃ不得意なんですよね。お中元とかお歳暮でもらったやつも絶対綺麗に開けたことないですからね。一回もないですからね。はいはい、出てきましたよ。はい、そう、以前から僕のチャンネル見てくれてる方は知ってると思うんですけど、前僕がつけていたチャンバーと全く同じやつですね。サイレンサーなしの、いわゆる直感タイプのチャンバーになります。以前これつけて走ってた時は、動画撮影の時にどうしてもこのサイレンサーがないんでね、このチャンバーの音ばっかり、収録されたその撮影している単車の音が入らないのが嫌で、打ったんですけど、いろいろなチャンバー乗ってたらやっぱし結果これかなって、もうこれ超えるチャンバーないなって思って、再度新品で注文してみました。ね、黒か黒にするのかクリアーにするのかメッキにするのかってめちゃめちゃ悩んだんですけど、見てくださいよ、このパリメッキですよね、この輝き。いや、でも美しいですね、こうやって見てると。やっぱりメッキにしてやっぱ正解ですね。
で、はい、中に入っていたのはこの3本のチャンバーとピカピカのフランジにスプリングと、あとステイですね、チャンバーを止める。以前僕がつけていた時には、この部分がなかったですね。ちょっと進化した部分ですかね。いや、早く取り付けたくてワクワクしてます。取り付けていくんですけど、まずは今ついてる、こちらも全身さんの今集合ジャンバー、イモカンショートなんですけどね、まあこれ取り外していこうかなって感じですかね。はい、じゃあ早速イモカンの方外していきましょうかね。まずはステーを緩めて、いも、いい音するんですよね、全身の集合。ユモカンって呼ばれるだけあって、チャンバー室もちゃんと作られていて、まあ、走りもそこそこでお気に入りだったんですけどね。まあ言ってもバラちゃんの高回転域のあの楽しさには全然かなわないんでね、結局バラちゃんに戻ってしまうという。撮影の時だけ集合にまた戻そうかな。フォースト取っていても、もう僕のチャンバーの音しかほぼ入ってないですからね。なんでバラちゃんやめてたんですけど、やっぱり全身さんのねレーシングチャンバーを一度つけると、なんですかね、もうなんか他のチャンバーでは満足できないというか、またつけたくなるんですよね。あ、ちなみに4エンジン400なんですけど、400用、まあ、250用がなくて、あれ500用しかないんですよ。社長にお願いすれば、まあその排気量を伝えたら作ってくれるんでね、注文するときはその自分の乗ってる車両の排気量を伝えて注文していただければと思いますね。メッキにしてもらって11万いかないぐらいでしたね、送料込みで。ぜひね、あの皆さんにもあのレーシングチャンバーの音をね楽しんでもらいたいと思いますけど、僕の前の動画をちょっと振り返っていただけたら、結構パワーバンドに入ってる音とかね、走行音レーシングチャンバーの撮影してるんで、まあそちらの方も見ていただけたら絶対気に入ると思います。はい、イモカン脱着完了。簡単ですね。はい、イモカンとりあえずここで寝かしておいて、あ、ちなみにこれ西森くんの RZ。 いや、これ1日お借りして乗ったんですけど、まあ速さにびっくりしました。まあ、さすが7半キラーって呼ばれた単車ですよね。今集合取り外したとこなんですけど、この古いガスケット、まあ高いもんじゃないんでね、その都度取り替えてあげてもいいのかなと。ちなみに僕が毎回使用してるのがこれ、GPZ900R ZRX1100-1200 用、こればっちりケッチの400に合うんで、はい、ケージを買わなくてもこれで全然大丈夫です。はい、フランジを付け終わりました。3つとも毎回これ取り付けてて思うんですけど、手があと2本欲しい、本当に。
かなか一人で撮影しながらこのチャンバーの取り付け大変ですね。あ、でも言ってもケイチなんて1本ずつなんでね、4気筒のクレーのマフラー取り付けるって言ったらもう大変ですよね、本当にキャブレターなんかも、ケイチは1個ずつ単体になってるんでね、セッティングの時も簡単なんですけどね、取り外しが。クレー4気筒の単車はなかなか苦労しそうですよね、まあ、僕触ったことないですけど。これでフランジが3本とも入ったんで、次はチャンバー取り付けていきましょうか。早く音聞きたいな。やばい、影がだんだん、涼しいうちに作業を終わらそうと思って朝5時に起きてやってるんですけどね、まだ8時前なのにもう汗だくです。こうかな、どうも単車にも人間にも厳しい季節ですよね、夏は。これでいいのかな、とりあえず仮止めということで。中のチャンバーから行ってみますか。これでこれを入れて、こういうことですか。こういうことでしょうかね、これ。やるんく。ちょっとじゃあ仮止めがマシかな。まずはまあ仮止めで、これで、とりあえずステー仮止めしたんで、バネですかね、フロントの。これ大嫌いなんですよね。よいしょ、はいはい、2本止めっちゅうことで、よいしょよいしょ、はい、バッチリ止まりました。これでここのステーを本締めですかね。うん、前のステよりいいですね、これ。僕の経営値を見たことある人知ってるんですけど、ツーストロークの振動ってすごくて、このステが結構折れてしまうんですよね。で、ツーリングに行く直前にこれが折れてることに気づいて、子供の筆箱にあったあのアルミの定規を急遽もらって、この長さに切ってステーにして出かけたのを思い出しますね。よし、真ん中完了。いやー、暑い。なんとか完成です。見てくださいこれ、もう影底ギリギリ終わりました。言うまでもなく汗だくです。最後は全てをちゃんと閉まってるかチェック、増し締めして
終わりですね。はい、無事にチャンバー交換が完了しました。いやー、でもやっぱりかっこいいっすね、このチャンバー。セパハン、ライムグリーン、バックステップにこのチャンバーの雰囲気がもうなんとも言えませんね。渋い。チャンバー交換と一緒にあのキャブの方のセッティングもバラちゃん用に交換してみました。じゃあちょっとお楽しみのエンジン始動行ってみましょうか。チャンバー交換見ていただきありがとうございました。またこれからも楽しんでいただける動画をたくさん投稿できるように頑張りますのでよろしくお願いします。